はい、皆さんこんにちは。今日はですね、この嫌いがあるという表現について勉強したいと思います。この嫌いがあるの前はですね、動詞の辞書形か内形ね、それか名詞プラスの嫌いがある、こういうふうな接続になります。で、この嫌いというのはですね、もし漢字を書いたらこの嫌いという字をね、書いてもいいですが、これ文系の時はですね、ひらがなで書くことが多いです。で、このね、嫌いがあるっていう時は、この嫌いっていうのはですね、以前ね、皆さん普通、初級で勉強した好き嫌いの嫌いとはちょっと意味が違うんです。この嫌いっていうのは、傾向ってことですね。ね、傾向という意味になります。しかも、この傾向という意味で、これは、嫌いがあるですから、これちょっと名詞として使ってますよね。名詞としてこれ使ってます。この点も気をつけてください。ね、好き嫌いの、ね、好き嫌い、これはですね、両方ともな形容詞ですよね。ね、ですから、好きな食べ物、ね、嫌いな食べ物、ね。嫌いって本当特別で、いいだからいい形容詞に見えますが、い形容詞でもありません。好き嫌いの嫌いは、これはな形容詞。そしてこの時のね、嫌いがあるの時はこれ名詞として使って、ですからここに直接ね、助詞が出てくることができます。で、この嫌いがあるというのはですね、傾向と言いました。ここに書きました。A という良くないですね。良くない傾向があると。ね、つまりここにはですね、皆さん、ここにはマイナスの内容、ね。マイナスの内容が入ります。ね、マイナスの内容ね。いいことは入りません。ね、そして、A することが多い。この時も A はですね、マイナスの内容が入ります。例えばですね、こう作文してみましょう。他人を見下す嫌いがある。ね、見下すというのは、こう下に見る、ね。つまり、バカにするって意味ですね。ああ、ダメダメダメと、ね。これは、マイナスですよね。悪いことですよね。良くないことですよね。ですから、これはいいですよね。そして、じゃあ、これはどうですか？他人を褒める嫌いがある。わー、素晴らしいですね。あなた、本当素晴らしい。これは別にいいことでしょ？ね。これは悪いことじゃないですね。別に悪いことではありません。いいことですね。ですから、他人を褒める嫌いがあるというのはおかしいです。ね。ね。こういうふうに、マイナスの内容で使うということを、気をつけてください。そしてですね、特にその本質的なね、ここの部分っていうのは、マイナスの内容で、しかもこう本質的なね、本質的、例えば人の性格とかね、性格ってなかなか変わりませんよね。すごくこう本質的なものですよね。そういう本質的な性質、それが、しかもマイナスの内容という時にですね、嫌いがあるというのを使います。もちろんね、これは N1 ですから、使用頻度はそんなに高くありません。でもね、とても大事な表現なので、ぜひ覚えてください。例文。彼はどんなことでも相手の言うことを信じないで疑う嫌いがある。彼女は自分の思い通りにいかないと怒り出す嫌いがある。市が手掛ける公共事業は往々にして予算の無駄遣いの嫌いがある。夫は新しいことを始めてもすぐ飽きてなかなか続かない嫌いがある。会話。日本は今まで国際社会で遠慮しすぎる嫌いがあったと思います。言わなくても相手が分かってくれるだろうという甘い考えは、日本人同士なら通用しても、外国人には通用しないでしょう。これからは国際社会で日本の考えや立場をはっきりと示すべきではないでしょうか。Thank you.